こちらは愛媛大学の卒業式です。式にはスーツや袴に身を包んだ卒業生1847人が参加しました。愛媛大学では去年と一昨年新型コロナの感染拡大で卒業式の中止や縮小開催などの対応を取っていましたが、今年は卒業生のみの出席や一席ずつ空けての着座など感染対策を徹底することで3年ぶりに全ての卒業生が参加しての卒業式となりました。さて最も重要な式では仁科博重学長がこの数年の困難を最も感受性の高い時期に体験された皆さんなら現在の大きな変革の時期に大きく貢献ができると期待していますと述べました。愛媛大学で培った経験を生かしどんな困難も乗り越えていくことができると確信しています。そして自分自身の意義を見つけ社会にとってより良い未来を切り開いていくことをここに決意いたします。学生生活の半分近くをコロナの影響を受けながら過ごした卒業生たち。2年間はコロナ禍で授業も遠隔授業になったり就職活動も遠隔で行ったので本当に今まで体験したことなかったんですけど無事卒業できて本当に良かったです。コロナが完全に終わったらまたみんなで集まりたい、もう一回集まりたいコロナの影響がまだ来年もあると思うんですけど、やっぱりまあこの愛媛大学の名に恥じぬような社会人になりたいなと思います。コロナ禍で本当にちょっと家で引きこもっているような時間が多かったんですけど、まあ、外に出てこういうふうに仲間たち最後に会えたのは良かったなと思ってます。私にとっては、まあ、コロナはマイナスなイメージが多いけど人生によって大きな転機となるきっかけでした。私ミュージシャンになります。新たな道への旅立ち、皆さん卒業おめでとうございます。